よえ、極イオントラップの模式図実際の電極は、双極面になるよえ、極イオントラップと称される、イオントラップである。イオンは、エンドキャプチャー電極の頂上の小さい穴から導入され、コット内に溜め込まれた後、反対のエンドキャプチャー電極の頂上の穴から出て、質量分析される。イオンは、電荷を持っており、逆極性へ引き寄せられ、重力は、 電化による引力よりも数桁小さいので通常は無視されるものの重力で次第に降下するのでコットではイオンの運動を計算して上下のエンドキャプチャー電極とリング電極に衝突しない絶妙のタイミングで電圧を高速で切り替えることで特定の質量を電化比のイオンを補足することを可能にしている。質量分析は真空中で行うものの完全な真空ではなく 薄いながらもイオン以外の粒子が共存するので、それとの衝突により、軌道が歪められたり弾き飛ばされる場合がある。このような条件の中でもイオンを空中で補足できる方法の一つであることでは、イオンを捕捉するために、上下のエンドキャプチャー電極は設置して、リング電極に 10kHz から 1MHz の高周波電圧を印加すると電極が、理想的な回転層局面である場合、 イオンはリング電極に静電圧が印加されている間にはリング電極に反発して上下のエンドキャプチャー電極に押しやられリング電極に不電圧が印加されている間はリング電極に吸い寄せられるので特定の質量電化比のイオンがいずれの電極にも衝突しない絶妙のタイミングになるように高周波電圧を印加することによって特定の質量電化比のイオンを 真空中に補足できる。このように、高周波電圧を印加することにより、コット内には疑似ポテンシャルと称されるイオンを保持する時間平均的なポテンシャルが形成され、高周波を印加されている間は、イオンはコット内でおののの振幅を維持しながら、 複合的な単振動を継続するが、コット内にヘリウム等のモーメンタムが小さく希薄な不活性ガスを導入すると、導入されたガスの分子との断続的でソフトな衝突を繰り返して、イオンの持つ運動エネルギーがガスに分け与えられ続けて、徐々に多様な質量電化比を持つイオンが冷却されて、疑似ポテンシャルの底に落ち着くことでコットの中心部に収束する。コット内では、 残したイオン以外が全て疑似ポテンシャルの壁を超えてコット内から排除される。実際にはエンドキャプチャーの電極の上下に層が180度、異なる合成波形を印加することにより特定の質量電化比のイオン以外を排除する。測定方法は、タンパク質、核酸、糖類等を補助物質とともにマトリックスにしてイオン化し、 そのイオンの飛行時間から分子量を測定する。分子量30万ダルトン以上の物質についてピコモル量で測定が可能である。資料としては極性高分子化合物の質量を分析に適している。ありがとうございます。